お前が後手だ。よろしくお願いします。対局開始。こちらは後手番です。それで角道開けて一手損角代わり交換して、男は黙ってレグスペ。そうですね、男は黙ってレグスペでいきましょう。まずは身の囲いを片身の囲い、身の囲い。相手は矢倉ですかね。こちらは向こうの飛車先の歩が伸びてないので飛車先保有型 で相手が、6三銀と上がってきたので銀を引いて桂馬を跳ねます。この後は、6六歩とついて6七銀と上がって形を整えようかなと思っております。これでバランス良くなりましたので、でここで2分30秒、確か5一角が受けにくいと思いました。でここで馬を作ることができたのでまずは良しとします。飛車がそれたので駒をさばきに行きます。同飛車のふんどしの桂を狙っておりますが2分、一旦下がります。この後はちょっと手がないので角を捕獲しに行こうと思います。さすがに切っては来ないとは思いますが、1分30秒、特に手がわからないので高みの囲いにして端歩ついて銀が遊んでるのでちょっと厚みを作ろうと思います。これは同歩で追っ払って一応桂半桂成を狙っておりますが、1分、
難しくなりましたね。これは竜がなれるので、これも2枚貝でだいぶ優勢になったと思います。これは角取りと見せかけといて、金を取って同金の2枚貝を狙っております。ありがとうございました。